タメンで起用しましたからね。そうですね、3回戦は後半から出てきたんですけども、はい、今日はスタメンで来ましたね。さあその翔平のキックオフです。前半の40分が始まりました。まあ、同点までいかなかったということで多少こう悔いが残るかなというゲームだったんですが、そうですね、そういう意味では今日はもうお互いいつもの自分たちの戦い方で、はい、来てると思います。シュートを狙っていきました。この首藤という選手も大野さん非常にいい選手ですよね。そうです、トーナメントで結果出せてないので、本当この選手権にかける思いは特別だと思います。そうでしょうね。首藤が行きます。市川優も今マークに行っています。首藤キャプテンです。かわしていきました。市川をかわした段階で今正面スタンドウォーという、ね、声が上がりましたが、あの辺はしっかりやれる選手ですからね。そうですね、やっぱしっかり相手見てやっぱり駆け引きしたり緩急の変化つけたり、非常に守り相手からしたら守りにくい選手です、はい、シュートまで打てない、うん、まあ、本当に引き締まった好ゲームですし、これからさらにいいゲームになると思います、うん、そうですよね。いや、この話を、まあ、準決勝第2試合今日ですが、翔平と翔智だよって言ったらみんな、あ、そうなんだ、面白そうですねという話が多かったんだよね。そうですね、非常に力のあるチーム同士の戦いなので、はい、見どころはたくさんあると思います。さあここはまたボールを持っていく。さあそしてクロス一本入っていくが、どうだ、シュート決まった、コミ陽太です。前半の13分、コミがフリーで打ちました。翔平が1点を先行しています。0対0から1点を先制したんですが、このクロスですね。小野さん、はい、今の小見のシュートはすごかった。そして今庄智深谷ディフェンダーとキーパーちょっと重なってましたよね。そうですね、今やっぱり首藤君のドリブルの仕掛けから、やっぱり少しそこで外されてしまって、はい、やっぱボールウォッチになって小見君のオフの、ファーに抜けていく動きが、そこにちょっと対応できなかったですね。でクロスも今素晴らしかったので、はい、まだ始まったばかり13分とはいえ、この1点がどういう意味を持ってくるのか。先制したのは翔平高校です。上野さん、はい、試合展開について庄智深谷の小島監督です、うん、できるだけ0対0で行きたかったんだけれども、はい、1点ぐらいならまだいけるんじゃないかと、うん、話せれないようにしたいと話しています。なるほど、シュートになります。まあ、先日お話をした時は、まあ、ピリピリした感じじゃなく選手は至って冷静ですよという話もしてくれました。まあ、今回が5回目の対戦なので、まあ翔平というこのチーム名前を意識しないことという話もしていました。まあ確かに今回もう5回目なんですね、今シーズンはね。まあその中では翔平が3つ勝ってで翔智深谷が1つ勝っているというこの対戦になります。まあただいろんなこうドラマを見せてきているこの両チームなんですが、ただこの選手権予選というとなると、まあ、庄智深谷の方が、まあ、部がいいというとなります。ただここは先制されました。8番鎌田から、まあ、やっぱり今比較的翔平高校はボールを動かせていますので、はい、やっぱ庄智深谷も、一度ボールの奪いどころですか、もう少し明確にしていきたいところですね、うん、こういうところちょっと危険ですよね、はい、コミの動きずっとケアはしてるはずなんですが、打っていってシュート、コミが決めました。15分が回ったところ、いやーここはもう個人2というところも見せました。今大会これが5得点目ということになりますが、2年生コミです。こぼれてこれね、どうですかこのキック。いや素晴らしいですね、もう常にゴールを狙ってますよね、ストライカーですね、しかも外から中に入ってくるこうカーブを描いてくるわけですよね。まあ、イメージ通りなんですかね、2対0となりました。大野さん、はい、2点です。まあ小中からもう一度しっかり全体のやるべきことを共有した方がいいと思います、今やっぱ球際のところで今も最後のゴール目もそうでしたけど、はい、そこでまず負けない、やっぱり球際1対1、そのところで負けないようになってくるとまた小中からのリズムになってくるのかなと思います、なるほどね、はい、
上野さん、はい、ゴールを決めた小見選手なんですが、うん、トレードマークはこの坊主頭です。試合前に頭を刈るのがルーティンの一つ、最近は五輪狩りがお気に入りで、藤島監督先ほどはペタペタと頭を撫でていました、ね、でしたよね、はい、前半も16分が過ぎています。2対0、翔平が2点をリードしています。翔平が2点をリードして、そして招致深谷が2点を追う展開になっていますが、2対0翔平リード、まあ、前半の立ち上がりから翔平というチームは媚びにボールを入れてくることがあるので、これが多いので、まあ、しっかりそこは対応していきたいという小島監督だったんですが、その媚びを、おっとここもいった、ハットトリック17分です。なんと17分で媚びのハットトリック、3対0となりました。大野さん、はい、なんて言えばいいんでしょうか。まあ、今のも、はい、まあ、鎌田君のドリブルから、まあ、顔が上がったタイミングで、まあ、小見君がうまくこう相手の視野から外れて、はい、ボールをうまく受けているので、まあ、やっぱ意図的にこうチャンスを作り出してますよね。マネージャーも、まあ、いろんな形でこう、まあ、チームを支えるわけですが、翔平は相澤真奈さん3年生、山内かなみさん3年生、翔智は島村萌さん3年生で、今話があった関根朱里さん3年生、こういった、あっと抜けてシュートは外れました。7番の首藤、首藤俊です。ただこういうケースちょっと裏取られますよね。まあ、今もやっぱりあの前線での守備から奪ってゴールまで運べたので、はい、新しい力が加わってくるというのもまあ一つ楽しみですけどね。そうですね、やっぱ本当にいろんなチームが出てきて、いろんなサッカーが出てきて、それに対してどう対応していくかっていうことを繰り返しながら、やっぱりいろんなチームが力を伸ばして、やっぱ埼玉県が全国で勝てる、はい、チームがたくさん出てくればいいなと思います。そうですよね。須藤が持っていった、須藤が持っていった、そしてここも最後は小見洋太なんですが、もう迷わず打っていきますね。今もワンタッチで、はい、もう来たら打つと決めてますね。本当ですよね。さあフリーキックになります。高く上げました、そしてシュート、山田の頭、キーパー牧瀬浩太です。やっぱり山田ですよね。そうですね、しっかり合いましたけどね、はい、惜しかったですね。ただ牧野さんもいいキーパーですもんね。そうですね、もうずっと試合も出ていますし、はいはい、安定していると思います。あの1年でナンバー2として全国も経験しました。あっとここを打ちたいところなんですが打てません。ボールを出したのは12番の柳田幸喜です。雰囲気はないですもんね。まあ、ちょっとやっぱりあの早い時間に、あの点が連続して入ってしまったので、はい、まあ、こういう展開になってしまいましたけど、うん、まあ、今少し落ち着いてきたので、本当まあ次の1点、まあ、後半にどっちが先取るか、はい、ってことはこの試合を決めていくのではないかと思います。そして今長い笛が鳴りました。3点入りました。全てが11番小見洋太です。さあこれから後半に入ります。40分が始まりました。翔平高校とそして招致深谷高校、まあ、そういう意図を持って攻めていくというのは当然必要なわけで、だからちょっとこうやっぱり翔平の守備を慌てさせたい、でもここもケアしておかなきゃいけないわけですよね。小見から鎌田がいた、鎌田が打たないか、最後がキーパー取りました。こういうところはもう 2,3 人で取れちゃうチームですからね。まあ、今のやっぱ、いや失礼、96回大会に出て、そして、まあ、全国を経験したわけなんですが、まあ、96回大会は佐藤がいました。そして渋谷、山下今出ましたが、で高見、原田、古川、堀江、石井、関根、塩野、そしてキーパー緑川という非常にいいチームでした。まあ、こうやって攻めていけばこういうのももらえるわけですからね。そうですね、やっぱり相手のペナルティエリアの中に入ってくるってことはやっぱり相手はファウルできないので、はい、まあ、今勇気を持つこに侵入した今やっぱ津川君のいいプレーでしたね。そうですよね、はい、ローマブルー牧瀬浩太、羽田の聖也、
シュート止めた、牧野瀬止めました。まだしかしあります、スローインから入りました。大野さん、はい、タイミング合いましたね。そうですね、今ドンピシャでしたね、タイミングが、増やしていきたいですね、はい。さあ津川蹴ります、コーナーキック、まだ流れがあります、松竹深谷高校。ここでどうだ、打つ、シュート、ここも牧野瀬止めました。青山葵です、シュートは良かったんですが、牧野瀬コートも非常にいい反応を見せました。まだ続きます、シュートもいいですよね。バイトークはやっぱりあのボランチの選手やっぱり打てることは今後やっぱりこう上にやっぱり攻撃の時間を増やしていきたいですね、当然3点差ってのは重いのは重いんですが、もうそんなことは言ってられません。とにかく1点ずつの積み重ね返していかないといけません。ボールが出ました、さあチャンスが津川、津川、そしてボールを拾うという松野、ディフェンダーしっかり前まで上がってきましたが、ただここは今度は守っている方はしっかりケアしたいところです。10番の首藤、首藤から、そしてもう1回首藤の方に行きました。首藤からクロス1本、小見が待っている、決まった、4点目、全てこの小見陽太です。キーパーの佐藤取れませんでした。後半の50分51分です。これ今小見のシュートはもちろん文句なしなんですが、佐藤どうだったですか。まあ彼本人としては取れると思って出たと思うんですけども、まあ、ちょうどあの首藤君のボールもやっぱりキーパーの一番取りづらいところにこう切れてましたし、やっぱ小見君のそこに対するやっぱ思いっきりの良さ、来ると信じて、はい、走り込んでいったのがやっぱり若干早かったですね。佐藤もだから目に入りましたよね、今完全に、ね、そうですね、この大会にピークを合わせられていると話しています、まあでも勝ち方見ればやっぱりそうですよね。で苦労しているようでやっぱり成長があるという藤原監督ですから、まさに選手がそういった意味では、まあ、やれることをやっています。スルーパスが1本通る、松野響が行きました。フラッグがあってオフサイドではありました。ただ一本も本当に素晴らしい一本が出ますね。やっぱ常にやっぱりチーム全体が小見君の動きをやっぱ見てますよね、チャンスか、チャンスか、津川一旦横へ出しました。石川、石川優の、石川ここからどう出せるかなんですが、鎌田がしっかりマークに行っています。かわしました、山田、山田またつなぐ、細かいところを破ってシュートを狙っていく山本だったんですが、11番金田に当たりました。22番の高さありますが、今入った須田、山田、須田、どちら、山田の頭か。ただこういったプレーでその2枚の高さは使えるわけですね。そう、鎌田パス1本出た、サンジだ、あーっとっと、ここはおお赤が出てしまいました。レッドカード、山田です。わ、ここは小野さんレッドカードになりましたね。まあ、決定的なプレーの得点の機会の阻止という判断だと思いますかね、はい、キーパー前にいたんですが、ただまあ確かに得点ができるような状況であったかもしれません。まあ、それを止めたということで結局手が出てしまった山田、エリアのわずかに外です。鎌田が蹴りました、おーっとポストだ、そしてそのまんまここはクリアになりました。鎌田のキック、大野さんいかがですか。非常に狙いすましたところにやっぱり技術が高いですね。狙ったところにしっかり打てるという、うわクロスバーですか、バツかですよね。もうあとほんのそうですね、数センチ、あのバーの下だったらドーンとね入っちゃうんですよけどね、はい。まあ、そういった意味では、まあ、今大会も1点取っていますし、スピードがありますからその辺を生かしていきたい。肌の、肌のが中に入れますが、クリア、体でいったさ、アザミが狙ってシュート。まあ、ここはボールを回していいわけですからね。
そうですね、はい、時間を使うっていうことが目的になっていると思いますので、このボールを取ります。しかしつなぎきれません。浅見には当たらない。ここは流しています。アドバンテージ取りました。さあそして大和会議シュート、最後は決まりました。篠田大輝です。5対0となりました。時間のないところで点が入りました。篠田が決めています。5対0。笛が鳴りました。試合終了です。5対0、昌平高校は勝って、そしてベスト4進出を決めています。まさかの展開という形で5対0、篠田が1点、あと4点はいずれも11番の小見陽太でした。5点差がついて結局招致深谷高校が敗れてしまいました。勝ったら昌平高校ベスト4進出を決めています。チームを支えるわけですが、翔平は相澤真奈さん3年生、山内かなみさん3年生、翔智は島村萌さん3年生で、今話があった関根朱里さん3年生。こういった、おっと抜けてシュートは外れました。7番の首藤、首藤俊です。ただこういうケースちょっと裏取られますよね。まあ、今もやっぱり前線での守備から奪ってゴールまで運べたので、新しい力が加わってくるというのも一つ楽しみですけどね。そうですね、やっぱ本当にいろんなチームが出てきて、いろんなサッカーが出てきて、それに対してどう対応していくかということを繰り返しながら、やっぱりいろんなチームが力を伸ばして、やっぱ埼玉県が全国で勝てる、チームがたくさん出てくればいいなと思います。そうですよね。ストーが持っていった、ストーが持っていった。そしてここも最後は小見陽太なんですが、もう迷わず打っていきますね。今もワンタッチで、もう来たら打つと決めてますね。本当ですよね。さあフリーキックになります。高く上げました。そしてシュート、山田の頭、キーパー牧野瀬幸太です。やっぱり山田ですよね。そうですね、しっかり合いましたけどね、惜しかったですね。ただ牧野瀬もいいキーパーですもんね。そうですね、もうずっと試合も出ていますし、安定していると思います。1年でナンバー2として全国も経験しました。ここを打ちたいところなんですが打てません。ボールを出したのは12番の柳田幸喜です。雰囲気はないですもんね。ちょっとやっぱり早い時間に点が連続して入ってしまったので、こういう展開になってしまいましたけど、今少し落ち着いてきたので、本当次の1点、後半にどっちが先取るか、ということはこの試合を決めていくのではないかと思います。そして今長い笛が鳴りました。3点入りました。全てが11番小見陽太です。さあこれから後半に入ります。40分が始まりました。昌平高校とそして招致深谷高校、そういう意図を持って攻めていくというのは当然必要なわけで、だからちょっとこうやっぱり昌平の守備を慌てさせたい。でもここもケアしておかなきゃいけないわけですよね。小見から鎌田がいた。鎌田が打たないか。最後はキーパー取りました。こういうところはもう 2,3 人で取れちゃうチームですからね。今のやっぱ96回大会に出て、そして、全国を経験したわけなんですが、96回大会は佐藤がいました。そして渋谷、山下今出ましたが、で高見、原田、古川、堀江、ただいろんなこうドラマを見せてきているこの両チームなんですが、ただこの選手権予選というとなると招致深谷の方が分がいいというとなります。ただここは先制されました。8番鎌田から、やっぱり今比較的昌平高校はボールを動かせていますので、招致深谷も
一度ボールの奪いどころですか、もう少し明確にしていきたいところですね。こういうところちょっと危険ですよね、はい、コミの動きずっとケアはしてるはずなんですが、打っていってシュート、コミが決めました。15分が回ったところ、いやここはもう個人2というところも見せました。今大会これが5得点目ということになりますが、2年生コミです。こぼれて、これね、どうですかこのキック。いや素晴らしいですね、落ちてたゴールを狙ってますよね、ストライカーですね。しかも外から中に入ってくる、こうカーブを描いてくるわけですよね、まあ、イメージ通りなんですかね。2対0となりました。大野さん、はい、2点です。まあ、小中からもう一度しっかり全体のやるべきことを共有した方がいいと思います。で、まあ、やっぱ球際のところで、今も最後のゴール目もそうでしたけど、はい、そこでまず負けない、やっぱり球際1対1、そのところで負けないようになってくると、また小中からのリズムになってくるのかなと思います。なるほどね。上野さん、はい、ゴールを決めた小見選手なんですが、トレードマークはこの坊主頭です。試合前に頭を刈るのがルーティンの一つ、最近は五輪狩りがお気に入りで、内島監督先ほどはペタペタと頭を撫でていまし した、ね、はい、前半も16分が過ぎています。2対0、翔平が2点をリードしています。翔平が2点をリードして、そして小智深谷が2点を追う展開になっていますが、2対0翔平リード、まあ、前半の立ち上がりから翔平というチームはコビにボールを入れてくることがあるので、これが多いので、まあ、しっかりそこは対応していきたいという小島監督だったんですが、そのコビを、おっとここもいった、ハットトリック。17分です。なんと17分でコビのハットトリック、3対0となりました。大野さん、はい、なんて言えばいいんでしょうか。まあ、今のも、はい、まあ、鎌田君のドリブルから、まあ、顔が上がったタイミングで、まあ、小見君がうまくこう相手の視野から外れて、はい、ボールをうまく受けているので、まあ、やっぱ意図的にこうチャンスを作り出してますよね。マネージャーも、まあ、いろんな形でこう3年生、山内かなみさん3年生、小智は島村萌さん3年生で、今話があった関根朱里さん3年生、こういった、あっと抜けてシュートは外れました。7番の首藤、首藤俊です。ただこういうケースちょっと裏取られますよね。まあ、今もやっぱり前線での守備から、奪って、はい、ゴールまで運べたので、新しい力が加わってくるというのも、まあ、一つ楽しみですけどね。そうですね、やっぱ本当にいろんなチームが出てきて、いろんなサッカーが出てきて、それに対してどう対応していくかということを繰り返しながら、やっぱりいろんなチームが力を伸ばして、やっぱ埼玉県が全国で勝てる、はい、チームがたくさん出てくればいいなと思います。そうですよね。ストーが持っていった、ストーが持っていった、そしてここも最後は小見陽太なんですが、もう迷わず打っていきますね。今もワンタッチで、もう来たら打つと、ね、決めてますね。本当ですよね。さあフリーキックになります。高く上げました、そしてシュート、山田の頭、キーパー牧瀬浩太です。やっぱり山田ですよね。そうですね、しっかり合いましたけどね、はい、惜しかったですね。ただ牧瀬もいいキーパーですもんね。そうですね、もうずっと試合も出ていますし、はいはい、安定していると思います。あの1年でナンバー2位して全国も経験しました。ここを打ちたいところなんですが打てません。ボールを出したのは12番の柳田幸喜です。雰囲気はないですもんね。まあ、ちょっとやっぱり早い時間に、点が連続して入ってしまったので、はい、まあ、こういう展開になってしまいましたけど、うん、まあ、今少し落ち着いてきたので、本当、まあ、次の1点、まあ、後半にどっちが先取るか、はい、ってことはこの試合を決めていくのではないかと思います。そして今長い笛が鳴りました。3点入りました。全てが11番小見陽太です。さあこれから後半に入ります。40分が始まりました。翔平高校とそして小智深谷高校、まあ、そういう意図を持って攻めていくというのは当然必要なわけで、だからちょっとこうやっぱり
翔平の守備を慌てさせたい。でもここもケアしておかなきゃいけないわけですよね。コミから鎌田がいた。鎌田が打たないか。最後はキーパー取りました。こういうところはもう 2,3 人で取れちゃうチームですからね。まあ、今のやっぱ失礼、96回大会に出て、そして、まあ、全国を経験したわけなんですが、まあ、96回大会は佐藤がいました。そして渋谷、山下今出ましたが、で高見、原田、古川、堀江、石井、関根、塩野、そしてキーパー緑川でも、まあ、ちょうどあの首藤君のボールもやっぱりキーパーの一番取りづらいところにこう切れてましたし、やっぱ小見君のそこに対するやっぱ思いっきりの良さ、来ると信じてやっぱ走り込んでいったのがやっぱり若干早かったですね。佐藤はだから目に入りましたよね、今完全に。そうですね、この大会にピークを合わせられていると話しています。まあでも勝ち方見ればやっぱりそうですよね。で苦労しているようでやっぱり成長があるという藤原監督ですから、まさに選手がそういった意味では、まあ、やれることをやっています。スルーパスが1本通る。松野響が行きました。フラッグがあってオフサイドではありました。ただ1本も本当に素晴らしい1本が出ますね。やっぱ常にやっぱりチーム全体が小見君の動きをやっぱり見てますよね。チャンスか、チャンスか。津川一旦横へ出しました。石川優の、ここからどう出せるかなんですが、鎌田がしっかりマークに行っています。かわしました。山田またつなぐ。細かいところを破ってシュートを狙っていく。山本だったんですが、11番金谷に当たりました。22番の高さありますが、今入った須田、山田、須田、どちら山田の頭か。ただこういったプレーでその2枚の高さは使えるわけですね。そう、鎌田パス1本出た。サンジだ。ここはお赤が出てしまいました。レッドカード、山田です。わ、ここは小野さんレッドカードになりましたね。まあ、決定的なプレーの得点の機会の阻止という判断だと思います。そういうことですかね、はい、キーパー前にいたんですが、ただまあ確かに得点ができるような状況ではあったかもしれません。まあ、それを止めたということで結局手が出てしまった山田。エリアのわずかに外です。鎌田が蹴りました。おっとポストだ。そしてそのまんまここはクリアになりました。鎌田のキック、大野さんいかがですか。今非常に狙いすましたところにやっぱり技術が高いですね。狙ったところにしっかり打てるという。うわ、クロスバーですか。わずかですよね。もうあとほんのそうですね、数センチなんですかね。あのバーの下だったらドーンとね入っちゃうんですよけどね、はい。まあ、そういった意味では、まあ、今大会も1点取っていますし、スピードがありますからその辺を生かしていきたい。